皆さんこんにちは、ルイです。今回は今後アップデートで追加されてほしいもの10選を紹介していきたいと思います。ブルーロック PWC がリリースされてからもうすぐで1年半になりますね。ランクマッチ、クラブマッチ、リーグマッチ、トレーニングの新シナリオやメダル交換、サポート器具、スキルコネクトシステムなど様々なアップデートがありましたが、皆さんは今後どんな機能が追加されてほしいですか？アンケートの結果と個人的に追加されてほしいものも含めてこれから順番に紹介していきたいと思います。まず一番声が多かったのがサポートカードのフレンド枠です。新キャラが出た時はフレンド枠で新キャラを借りれば戦力伸ばしやすいんで楽しいんですけど、サポートカードに関しては自分で凸を進めない限り新サポートカードは使えないんで戦力あまり変わらないですよね。キャラもサポートカードも両方とも凸を進めるにはかなりブルージムも必要なんで、無課金美課金勢にとってはサポートカードのフレンド枠が一番追加されてほしい機能となっています。貫突のサポートカードを使ってトレーニングできればどのサポートカードが自分にとって今必要なのかなども分かって、サポートカードの凸を進めるためにガチャを引く人も出てくると思うんで、運営プレイヤー双方にとってプラスになりそうな気がするんで、ぜひ実装の検討お願いします。2番目に多かったのは同盟キャラ同時編成です。これに関しては賛否両論もありますが、例えば試合では同盟キャラは編成禁止、その代わりトレーニングは同盟キャラ OK みたいな感じでもかなり変わってくると思うんですよね。同盟キャラ同士のトレーニングスキルはありませんが、そこで差別化もできてると思うんで、一回テストプレイみたいな感じで実装してくれても面白いんじゃないかなと思います。旧キャラがどんどん腐っていく傾向にあるんで、旧キャラの活躍の場が欲しいところですね。3番目に多かったのは貫突済みピースをガチャチケットなどと交換するシステムです。貫突済みのピースはメモリーボールに強制的に変換されてしまいます。他ゲーでよくあるのが余ったものをチケットに変換して、そのチケットでガチャを引けたり強化素材と交換できたり、こんな感じで選択肢を増やしてほしいですよね。星3確定チケットや SSR 確定チケットなどは全キャラ全カードが排出対象になっていて、特に貫突済みが当たりやすいんで、貫突が当たった場合でもがっかりしなくていいようなシステムが欲しいところです。4番目に多かったのは旧キャラとサポートカードの情報修正ですね。これに関しては少しずつではありますが情報修正されているんですけど、内容によっては情報修正されても全然使い物にならないものも多いですよね。先ほどの内容と少し被りますが、同盟キャラの新キャラが出てくると古い方のキャラは腐りやすい傾向にあるんで、どうにか使えるように一気に弱いキャラやカードの修正が来てほしいところです。そして5番目に多かったのはトレーニングの新シナリオです。現在ビギニングザストライカー、セーブブルーロック、トゥーザワールドの3つのトレーニングシナリオがあるんですけど、だいたい半年に1つのペースでシナリオが追加されています。今のトゥーザワールドはオート4倍速が実装されたとはいえ1育成がちょっと長かったりもするんで、新しい新シナリオがそろそろ欲しいところですよね。 C ゾーンにどれだけ突入できるか、継続してくれるか、強いインスピレーションを同じカードに付与できるか、そして延長できるか、この辺が今のシナリオでの高ランクを取るために必要なことなんですけど、休息という機能が今のシナリオでは全然使われていませんよね。運要素ももちろん面白いんですけど、カードを踏むだけじゃなく休息や他にも追加要素を加えて考えてトレーニングすることで戦力を伸ばせるような新シナリオまた来てほしいですね。そしてここからは個人的に追加してほしい機能も含まれてきます。6個目はトレーニングスキルの絞り込み機能です。絞り込みというか単純に見やすくしてほしいですね。今のところトレーニングスキルを確認する方法はスキルコネクトシステムからトレーニングスキルを開いて下にスクロールして見ていくしか方法がないんですけど、とにかくトレーニングスキルが多いんで確認するのめちゃくちゃ大変なんですよね。最近のキャラやサポートカードはトレーニングスキルがかなり強く、これからの育成では重要になってくる能力なんで、見やすくなるようなアップデートが来てほしいです。7個目はガチャ演出の追加です。
例を出すと、モンストなんかはコラボのたびに新しいガチャ演出あったりしますよね。あそこまで頻度は高くなくてもいいんで、限定キャラや限定サポートカードが追加された時、そして周年やクリスマスなどのイベント期間中などは、何かしらの新しいガチャ演出が来てほしいですね。あとバロー演出からのエクストラサポートカード、これを今すぐやめてほしいです。そして8個目はライバルリーバトルのスキップ機能です。ライバルリーバトルは1試合ずつ行わないといけないんですけど、皆さん基本は試合スキップで毎日消化していますよね。レギュラーマッチのピース選択や限界への挑戦のような回想式になっているものは別だとして、引き換えチケットやライバルリーボールを集めるようなイベントマッチは5回なら5回分一気にスキップして消化できるようにしてほしいです。そして9個目はコマンドバトルです。コマンドバトルに関してはリリース前は実装予定だったんですけど、リリース後にコマンドバトルの実装がなくなりました。初めは結構コマンドバトルを実装してほしいっていう声が多かったんですけど、自分で操作して遊びたいっていう人はブレバトにある程度流れたのか、今となってはアンケート結果だと対人やコマンドバトルに興味がある人は 4% しかいなく、実装を望んでいる人はほとんどいませんでした。自分も PWC はトレーニングが楽しいと感じているんで、シナリオやトレーニングスキルなどに力を入れてほしいなと思っています。対人育成も同じぐらいの戦力の相手や、ただ戦力が高いキャラを編成している人になら通用するんですけど、自分の手持ちで対人編成を組んだ時に、例えば自分の戦力は約6000万、そして相手の戦力は同じような編成で1億6000万とかだとほぼ勝てないんですよね。インフレが進んだせいで戦力の差がとんでもないことになったんで、対人育成の意味がほとんどなくなってきています。もちろん先ほども言いましたが、同じぐらいの戦力相手だったり、相手が対人編成を組んでいないのであれば対人編成を組めば勝率は上がるんですけど、圧倒的な戦力の差があってなおかつ相手も対人編成をしている場合はほとんど勝てないゲームになっています。同じぐらいの戦力の人たちと戦える場が欲しいですよね。これに関しては次の10個目の内容で話していきます。10個目はランクマッチシステムの見直しです。ランクマッチは1号棟が現状一番上なんですけど、1号棟の中で戦力に差がありすぎるのが問題だと感じています。1年ぐらい前に1号棟より上の号棟も作るというお知らせがあったんですけど、未だ追加されていませんよね。同じぐらいの戦力の敵と戦えるように号棟をもう少し細かく分ければ対人育成の意味も少しは出てくるんですけど、エピソードナギのキャンペーンのタイミングで始めたサブアカウント、今戦力1200万ぐらいなんですけど、ランクマッチの1位1億5000万の時とかあるんですよね。これじゃ勝てるわけないですよね。もうちょっと新規で始めた人たちでも楽しめるようにマッチングシステムの改善をお願いしたいところです。以上が今後アップデートで追加されてほしいもの10選の紹介でした。皆さんはどの機能が一番追加されてほしいですか？また他にも追加してほしい機能などがあればコメントで教えてください。最後に覚醒2個と覚醒王者のゲリラガチャが来ているんで、初回分と合わせてこれから22連分引いていきたいと思います。ピックアップはクロスバチラ、覚醒リン、クロスちぎり、クロスナギ、クロスレオ、覚醒指導、この6人ですね。クロスバチラあと1体でレベル100なんで一番当たってほしい。いきます。キッカー大事、潔、確定しつこい。ボールは光りません。ネット破ってくれ。さあ一番しょぼい演出、金ボールは4つ、そして交換ポイントも500超えました。あと50ポイントで限定ナギのサポカ貫突できます。1回目は爆死、赤スーパーチャンス、このまま追っていきたいと思います。いきます。ゲリラガチャ今日の23時59分までなんで、この動画を見てまだ引いていない人はすぐに引いておきましょう。潔いけ。おお、バロー演出、マジエクストラサポートカードだけはやめてくれ。さあ何が来る。ニコとオシャも出てほしい。頼むぞ、金ボール8個欲しい。え、
マジである。9個早めに止まれ。ここ来た。クロス柱じゃないこれ。来ました、クロス柱貫突です。嬉しい。クロス柱のみでしたが貫突できたんで大満足です。皆さんの結果もぜひコメントで教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。